ピンチがチャンス、 JJ チャンネルです。どうも皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。ベトナムから一時帰国をしております。明日は週末ですね。週末といえば家族と団らん、また友達と久しぶりに茶でも飲もうやないかいうことでですね、その時のですね、話題に困らないように、僕が日本に帰ってきてですね、これ一体どないなってんねん、あ、そういえばこんなことあったなというですね、すごい7大ニュース、8大ニュース、まあ何個喋るかわかりませんけれども、皆さん方に話題をですね、これってこうなってんねんでっていうね、話をしたいと思いますね。ぜひ最後まで見てください。初めての方、チャンネル登録をしてくださいね。このチャンネルはですね、もうね、1週間に3本も動画をバンされるような危険なチャンネルで、ディープなですね、本当に番組ですから、なかなかですね、探しても見つかりませんからね、これポチッとチャンネル登録をしてくださいね。この赤マスクがですね、皆さん方がですね、びっくりするような、裏側をですね、これ発信しているチャンネルでございますね。今日はですね、表側と裏側、ちょこっとですね、7つか8つか6つか7つか、その辺ぐらいね、話をしたいと思います。ね。なんとですね、昨日、9月の5日、昨日ですよね、ルナ、札幌予知事件のルナの公判前整理手続きが無事終了いたしました。どうもありがとうございます。ね、浦さんのご家族の皆様ですね、被害者のご家族の皆様、昨日ですね、札幌予知事件のルナですね、今お母さんの裁判始まってますけれども、無事ですね、妨害されることなくですね、公判前整理手続きが完了しましたということでですね、これで無事に、ルナのですね、裁判も始まるということになってます。ということでですね、絶好調にね、日本に帰ってきてですね、この、ルナのね、裁判も始まったなということでですね、ちょっと安堵してるんですけれどもですね、終了です。ね、これちゃんと終了したんですね、昨日ですね。ということは、次裁判始まるんですね。あ、終了、あ、終了といえば、青山繁晴さんがもう終了ですね。期待をしていました。ね、今度ですね、総裁選に出馬すると言った青山さんがですね、自身の YouTube チャンネルでね、最後まで頑張るぞとね、最後まで頑張るぞと、俺は絶対負けへんぞと、不屈の精神で、不屈の戦い、これをやるぞということなんですけれどもですね、どうも話の内容を聞いているとですね、まだ時間があるのでね、まあ本人も諦めてることはね、はっきり言わないんですけれども、まあ20人、総裁選でこれ集まりませんね。青山さんの話を聞いていると集まらない。ね。とにかくですね、去年の11月から総裁選に出馬するということを言っていてですね、もういっぱいいろんな人が、青山さんが出るんだったら、推薦しますせ、頑張りますせ、応援しますせとですね、ものすごいたくさんの人から勇気をもらっていたらしいです。ところがですね、やらしい世界ですね、やらしい世界ですね。どんなポストがね、用意されてんのとかですね、どれくらい自分にメリットがあるのということをですね、やっぱり、この総裁選が来ると、いろんな議員はですね、もうほとんどこれですからね、政治屋、誰かの言葉を借りれば政治屋ですからね、国のために何とかしようなんていう、初めに描いていた大きな志なんかもうないんですよ。次当選することしか考えてないんですね。そうして、青山さんはですね、えぐい引き剥がしにあってるというね、ことをですね、自身の YouTube チャンネルでお話をしていました。ね。だけど俺は不屈の戦いで行うぞと言っていた、その青山さんのあの瞳、つぶらな瞳の奥にはですね、20人無理やなというのがですね、見て取れましたので、おそらく青山さんは、総裁選への出馬ができないと思います。残念ですね。これが現実ですね。本当に日本を変えることができる志の高い人。ね。この人にですね、議員さんはですね、手を差し伸べなければいけないんですよ。重治さん、あなたが行くんやったら、俺の名前使ってくれと。ね。俺が、あんたを応援しまんがなーって言わなあかん。ところがですね、議員はですね、その手を引っ込めてですね、青山さんごめん。ちょっと向こうにも、ちょっと顔があんねんと、ちょっと、今回ちょっとごめんなー、いうことになってるわけですね。つまりですね、今いてる議員はみんなアホですわ。ね。はっきり言ってね、こんな奴らに日本を任してることなんですよね。次のポスト、次の選挙。このことばっかり考えているということですよね。ということでですね。まあ、不屈の精神ですね。だけど、青山さんは不屈の精神ですね。まあ、不屈の精神。そうです。不屈の精神といえば明るい話題、スポーツの話題、大谷翔平くんの話題に行きましょう。なんとですね、大谷翔平は10年間で1000億以上の契約金をもらいましたね。こっついですね。だけど彼は不屈の精神でしたね。自分の通訳のですね、一番信頼していた通訳、ね、一平ちゃんにですね、お金を何十億もですね、博打で使われたんですね。あ、精神的なダメージが大きいなと思ったら、彼は不屈の精神でですね、そんなこと関係なく、バンバンホームランは打つ、ね。そして、バンバン盗塁をするということで世間を賑わしていますけれどもね、彼は偉かった。
ったんですね。今回ドジャースに移籍するときにですね、1000億以上のお金を分割でもらったね。で、ちょっとずつでかまへんって言うたのはなんでかというと、その本当の理由はですね、僕に一気にそんなお金を払ったらドジャースはしんどいでしょうとね、ちょっとずつでかまへんね。だから余ったお金で強い選手をドジャースに入れて、チームを強くしましょうということでですね、分割でかまへんで、ちょっとずつくださいね、とこに言ったらしいんですね。そしたらですね、ドジャースがですね、そうか、大谷ありがとう、ね、言ってたんですね。そしたらですね、そんなことなかったんですね。大谷翔平で丸儲けしました。分割で丸儲けした、ドジャースはですね、なんと、1000億以上のコマーシャル料が移籍したと同時にですね、もう、すべてのスポンサーがドジャースと契約したんです。そして1000億以上の、ね、お金が集まった。つまり、ただで大谷を勝ち取ることはですね、1000億、そんな金どっから出てきてんって言ったんですけれど、ほとんど企業からの CM でもう余ってると、利益も出てるということですからですね、すごいですね。さすが大谷翔平ですよね。はい、CM です。つまり CM に金をかけたということですよね。CM です。CM といえばですね、大阪のお笑いの帝王、森脇健児ですね。こっちへ曲がって、なんかこんなんして曲がって、こんなしやったら、あの面白い森脇健児ですよね。森脇健児ですね、僕大好きなんですね。松竹芸能なんですね。実はですね、僕若い頃、松竹芸能と縁があったんですね。まあ、さまどうでもいいんですけれどもね。この松竹芸能はですね、森脇健児ね、タレント売れてました。鶴瓶も松竹芸能なんですけれどもね。彼はですね、なんと12本もレギュラー番組を持っていて、ものすごい売れていたんです。ところが、ある日突然森脇健児は CM、そして、このレギュラー番組が全部なくなってしまって、ゼロになったんです、瞬間で。一体森脇健児に何が起こったんやとね、上沼恵美子が聞いたんですよ。ね、森脇健児、上沼恵美子ちゃうわ。誰かな、まさみか、まちゃぴーが聞いたんですね。なんで、そんな絶好調のね、時に12本のがゼロになったんって聞いたんですね。何を事件起こしたん、どんなことで干されたん言うてですね、一生懸命、まさみが聞いたんですよね。まさみが聞いたら、森脇健児が答えたんですね。うん、これね、一瞬で消えた理由は簡単なんですよ。ってね、僕が本当は全然面白くないということがバレてしまったんですということなんですね。そうなんですね。森脇健児って全然面白くないんですね。彼はですね、12本のレギュラー番組を何で持っていたのかと、あんな面白くない人間かと僕も当時思っていましたね。実はそういうことだった らしいです。面白くないということがバレたらしいんですね。で、彼はですね、まあスポーツ、特にマラソンですよね。この業界では非常に有名ですよね。よく走りますよね。江戸市行っててね。そうですね。で、まあスポーツですよね。スポーツといえばやっぱり金メダル、1位取らんとダメですよね。金メダルです。そう。あ、金メダルの話。金メダルといえば、この間行われたパリのオリンピックの金メダルがこれ問題になってますよね。一生懸命努力をして金メダルを獲得します。あの光り輝いた金メダルね。これ飾ってますよね。金メダルもらったら家に飾るんですよ。ね、それ自慢する。事務所に飾って自慢するかもわかりませんね。自分の努力の賜物ですからね。そしたらですね、この間ですよね、パリオリンピック終わったのね。もうすでにこの金メダルがこんなになりました、言うてですね、銅メダルに変わってるんです。もうこのピッカピカの金がですね、もうかすれてしまって、ハゲてきてですね、銅メダルになった、言うてですね、オリンピックの。ね、出場選手がクレームを出してるんですよ。おい、コロナ、金メダル取れになってんねん。お前、メッキハゲ取れないか。もう銅メダルな取れないか。俺は金を取ってんぞ、いうことなんですよね。そしてですね、パリオリンピックで金メダルを取った、選手がですね、もう一個金メダルが来たんですよ。こっちの金メダル見て。この金メダルはね、4年前に取った金メダル。日本のオリンピックで取った金メダル。未だに4年経ってもこんなにピッカピカ。品質がいいね、日本の金メダルは。それに比べてこのパリ五輪の金メダルはもう銅メダルになってるじゃないか、いうことで。なんとですね、これをですね、発信するだけではなくてですね、訴訟を起こしてるらしいです。新しい金メダルにせや、いうことですね、訴訟してるというとですね、情けないですね、情けない話ですね。そうです。情けないと思い出しました。今、忘れてはいけません。情けないといえば、小池百合子ですよね。小池百合子、僕は許せませんね。こんなにネットでですね、人気がない。僕のチャンネルでも、あのババアだけは絶対許さんぞ言ってたんですけれどもですね、ダントツの1位で東京都知事に、受かりましたよね。だけども僕は一筋の光が見えてました。これはなぜかというとですね、聴導員大道さんがですね、彼女をずーっとお父さんの代からですね、応援していたけれどもですね、彼女は絶対
対にね、絶対にカイロ大学は出ていないということを YouTube で一生懸命いろんなチャンネルに出て発言していましたよね。信憑性がありますよね。俺らこんだけ金を貸したったんや。いつにどこどこでユリコとおってこんな話をしたんや。あいつが出てるわけないやないかね。だからあいつはちゃんと自分の学歴をですね、ちゃんとですね、発表せなあかんというふうに言ってですね、言ったということで僕はですね、この聴導員大道がそうやって言うということは、小池ゆり子を潰してくれる唯一の望みは聴導員大道やという話をしてましたね。そしたらですね、なんと聴導員大道と東京都議会の上田玲子がですね、タッグを組みました。上田玲子といえば小池ゆり子をぶっ壊すので有名ですよね。この二人がなんとですね、小池ゆり子を退陣させる会っていうのを作ったんですね。そしてですね、一生懸命 YouTube で発信してるのを見てですね、この人たちは本気やなと思ったんですね。そして今ですね、小池百合子自体はですね、元側近だった、顧問だった小島さん、あと市民団体、そして郷原さんにですね、訴追されてますよね。告訴されてますよね。三つ告訴されてるんですよ。これで、ね、告訴が、受理されるかどうかということなんですけれどもですね、特捜はですね、なんとこの郷原さんの、ね、告訴状を受理しました。で、受理するということは、これは捜査を始める可能性が非常に高いということなんですね。そして、聴導員大道さんは言ってましたね。俺はな、小池百合子の兄のね、伊沢やったかな、伊沢やったかな、に、あいつを名誉毀損でね、俺のことえらい嘘を800ばっかし YouTube で言いやがって言うてるとね、何が嘘800やねんいうことで名誉毀損で告訴するって言ってましたね。あのフィクサーですね、コフィクサーの聴導員大道さんがですね、あ、俺怖いな、聴導員大道で、ディスったらあかんな、いうことなんですけれどもですね、動き出したということで、本気で動き出したということですよね。はい。それでもですね、小池百合子はなぜかですね、人気があるというのですね。それでも人気があるといえばですね、なんと人気のある人はですね、絶対批判をしないということが今完全にバレましたね。人気ある人を批判してですね、次総理になった時にですね、この人ぴょんぴょんとお前俺の悪口言うとったやないかいうことでですね、やられるのが怖いいうことで忖度してですね、今小泉進次郎の悪口を言うメディアが一つもないということなんですよね。で、小泉進次郎ね、まあそれでも人気があるといえばということで登場させたんですけれどもね、そうですね、セクシーレジ袋ですね、セクシーでなければいけないということわけわからんこと言ってましたね。レジ袋を有料化にした長犯人ですね。俺はもう毎回コンビニ行くたら日本帰ってきて思いますよね。なんでコンビニで自分で買うた買い物をね、袋代払わなあかんねんいうことですよね。そんなもんお前売る側がお前レジ袋ぐらいサービスで提供せんよいうことですよね。もうこれ言うともしゃあない、もう有料になってるからね、もうこれかなんないいうことなんですけど、今ですね、彼はですね、YouTube を始めたんですね。石丸伸二さんのモノマネですかね。真似をして、YouTube を始めました。これが今荒れてるんですね。それ YouTube ですからね、コメント書けますよね。これはコメントをブロックすることもできるんです。チャンネルをオープンした人がね。だけど、この進次郎はですね、コメント書けるようにしてるんですよね。このコメントが大荒れしてるんですね。なんか、初め、この出した瞬間、すごい1400件のコメントがあったらしいんですけれども、そのコメントの中にたくさんあるんですよね。彼はですね、同じ言葉を繰り返すということで有名ですよね。で、こんなコメントがあるということですよね。小泉進次郎が総理になったらですね、こんなこと言うんちゃうか、いうのをね、いうことを言ってるんですよね。で、すごいもういやらしいコメントですわ。コメントができるということは、コメント欄があるということはコメントができるということですかとかですね。あとですね、今のままではいけないと思います。だからこそ今は、日本は今のままではいけないと思っているとかね、わけのわからなく同じ言葉を2回繰り返すね、なんとも知能指数の低いですね、発言を繰り返して小泉進次郎をディスるですね、発言が山ほどあるというですね、同じ内容を何度も何度も繰り返すという発言なんですね。はい。ということですね、今日はすごいですね。いろんなネタをね、出ましたよね。あ、もう一つ言っておきましょうか。一つですね、さっき森脇健児の時とか、運動の時にちょっと言うの忘れましたけれどもですね、大谷翔平ですね、CM ね、1000億以上の CM をね、あっという間にスポンサーが集まってペイしたという話をしましたけれどもですね、この間のマラソン、ヤスコのマラソンですよね、これが賛否両論を生んでますよね。あれはいじめやと、過酷やと、あんなことさせたらあかんと、24時間テレビなんかやめたらええんちゃうか、なんて言われてますけれどもですね、ヤスコが橋、あれ、ギャラはノーギャラやったらしいですわ。1000万もらったかどうかという話が出てますけれども、ノーギャラで走ったというのはこれ、彼女が言ってるから間違いないんじゃないかな。ところがですね、テレビ局がなぜ24時間テレビを47年間も続けてるかということですね。やっぱ金なんですよね。今この時期ですね、もうはっきり言ってですね、やめたらいいんですよね。そんな声はたくさん上がるけど、やめなかったのはなぜかというとですね、安子がマラソンしてるだけで、マラソン募金が4億円集まったということなんですね。で、これね、全国ネットでありますから、
4時間テレビは制作費だけで4億円かかるらしいんですけれども、辞めない理由はここにあります。なんとですね、あの時に集まった企業スポンサーは20億集まるんですって。つまりですね、巨大な CM 料がたった1日で20億も入ってくるということで、このテレビ局は辞めれないという裏側があるんですね。なんかいやらしいですね。チャリティーね、チャリティーの番組でね、こんな人儲ける裏側があるっていうね、世の中金って嫌ですね、ということですね。今日もすごいですね、皆さん。明日の週末のネタですね、何を皆さん方友達にね、こんなことがあったんやでっていうふうに自慢げに話をするんですかというね、そんなですね、斜め45度から切り込んだ情報では全くなかったんですけれども、いかがでしたかということですよね。はい、それでは今日皆さん方に、ね、聞いてみたいと思いますね。今日の覆面マスターの動画は面白かったか、面白くなかったか、ためになったか、ためにならなかったかということを聞いてみたいと思います。いかがでしたか皆さんね、それではどうぞね、皆さん方ね、あの言葉を言ってください。あの言葉を言ってください。お願いしましょう。皆さん、今日の動画は面白かったですか？うん、面白くなかった。はい、ありがとうございます。その言葉をですね、聞くとですね、僕はですね、なんとか M ですね、燃えてくるんですね。次こそは面白い動画を作らなければいけないということですね。どうも面白くなかったということで、すいません。承知していきたいと思います。ということでですね、ライブ配信、明日、明後日やります。あ、明日やね。もう7日ですね。9月の7日の夜の10時から、ライブ配信、僕のお誕生日会やりますね。弟の BB、そして霊能者の裕次郎さんにもゲストとして、途中で参加していただきます。ね。この裕次郎さんには次の総裁誰がなんねんと。アメリカの大統領誰がなんねんと。まっちゃんはついに復帰するのかとかですね。今皆さん方が気になっていることをですね、考察ではなくて、霊力を借りて、世界最大の霊能力者が霊力を借りて、バーンとズバリ霊じますからね。皆さんぜひ、期待してですね、明日夜の10時に参加してくださいということです。はい、そうですよ。初めての方ですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、JJ チャンネルでした。